愛知県豊田市。車の町として世界的に有名です。東海環状自動車道など多くの道路が完成して、日本中から物や人が集まっています。その豊田市の南にある高岡町。高岡町は江戸時代の国学者であり、医者であり、また歌人でもあった村上忠正のふるさとです。村上忠正、彼は昼は一生懸命働き、夜は遅くまで本を読んで勉強した努力家でもありました。忠正の読んだ本や忠正自身が書いた本は合わせて3万冊以上にもなりました。それらは村上家にある蔵に保存されました。そしてその蔵は何千冊も本を保存したことから、ちまきの家と呼ばれるようになったのです。真面目で優しく、誰からも慕われた村上忠正の人生を見ていきましょう。いや、また遅くなってしまった。村上様、またお城でお殿様のお相手ですか。ああ、そうだ。帰ったらまた勉強ですか。ああ、そうだ。村上様はお偉い方だ。村上忠正は文革年、西暦でいうと1812年の4月1日、現在の高岡町、当時は刈谷藩の領地だった堤村の四万場で生まれました。父親は刈谷藩の医者をしていた村上忠元です。忠正には正武という兄がいましたが、若くして死んでしまい、弟の忠正が父親の後を継いで医者となりました。刈谷藩の殿様の医者となった忠正でしたが、忠正自身はまだまだ勉強が足りないと思っていました。私は医者としてもまだ半人前だ。もっと世の中のことを知って、刈谷の殿様や人々の役に立ちたい。そのためには多くの人に学ばなければならない。だから本を読むことが必要なのだ。たくさんの本を読んで、いろいろな知識を持った忠正は刈谷藩の殿様の話し相手であり、また良き相談相手でもありました。忠正は一日おきに自宅のある四万場から三里、つまりおよそ12キロ離れた刈谷のお城まで行き、最近読んだ本や外国のこと、そして得意な和歌のことを殿様にお話ししました。夕方前にお城を出ますが、急ぎ足で帰っても家に着くのは夕暮れ時。しかし忠正は世のため人のためと本を読み、努力することを惜しみませんでした。村上様はいつ寝るんだろうか。明け方までついてるのは村の常夜灯と村上様の明かりだけじゃ。村上様はお偉い方だ。忠正は常に勉強をする人でした。ごめん。おや、村上様、もういらっしゃったので。ああ、この本は読ませてもらったよ。で、次の本なのだが。
村上様は本当に勉強熱心で感心いたします。わかりました。実は長崎から来た本がありまして。おお、また貸してもらえまいか。新しい本が出たと聞けばすぐに手に入れた忠政。しかし貴重で買えない本は頼み込んで借りていたのです。忠政は借りた本は読むだけではなく書き写していました。一字一字書き写し読み通す忠政。忠政が集めた本は2万5000冊にもなり、書き写した本は6000冊にもなりました。忠政はどの本にも必ず目を通し感想などを書き込んでいました。よいしょと。忠政の自筆の本、乱れのない丁寧で美しい文字が続いています。忠政が読んだ本にはこうした細かい字で読んだ感想がびっしり書かれていたということです。また忠政自身が書いた本は378冊にもなりました。国学者でもあった忠政は日本で最も古い本である古事記を研究し、古事記表中など名高い本を次々と発表したのです。医者の家とは言っても2万5000冊もの本を買うにはとても多くのお金が必要でした。忠政はできるだけ我慢する生活を続けました。ねえ、雪が降ってきたよ。本当？3人とも待ちなさい。火鉢に当たっていてその場を離れるときは必ず灰をかぶせておきなさい。中の炭火が長持ちするからな。待ちなさい。こうした包み紙はまだまだ使えるんだ。捨ててはいかんよ。読み書きに励む忠政は包み紙の裏を使うなどして倹約をしていました。私がやっていることはケチではない、倹約だ。ケチはしみったれていて必要以上に物を欲しがること。倹約は無駄を省いて費用を切り詰めることで立派なことなのだ。よし、異常なしだ。次の春もしっかり働けるぞ。ありがとうございます。村上様にそう言っていただければ何の心配もありません。それは違うぞ。侍や町民より農民が健康で長生きするのはなぜだと思う？それは農民の食事が贅沢ではないこと、仕事が厳しく体を動かし汗を流して働くことに原因があるのだ。私もそうなりたいと思っている。世のため、人のため、そして自分をもっと成長させたいと願い、勉学と仕事に明け暮れる日々を送った忠政。汗を流しながらつつましく真面目に生きる彼の周りには、彼を慕い頼る人たちが身分を超えて集まりました。ああ、すまんすまん。また本を書き写しているのですか？いや、これは私の元に送られてきた歌だよ。私が歌を読めることを知った人たちが私に見てほしいと送ってくる。簡単に断ることもできんので、こうしていろいろ感想を書いていたのだ。あなたは自分にあまりにも厳しすぎます。もう少し自身をいたわってはいかがなのですか？先日あなたのお父様とお父様の仲の良い方たちが深夜まで語り合っていた時も、あなたは忙しい身でありながらお付き合いをしていました。
お酒もたくさん買って本を買うお金も使い切りました。生活も切り詰めています。お父様にご協力をお願いしてみてはいかがでしょうか。そう言われても文句はない。お前には本当に心配をかけている。しかし分かってくれ、父上は医者としても立派だった。お殿様や農民たちからも頼りにされ、村中を走り回って来られたお方だ。今は自分の思うままにゆっくりと過ごされるのが一番いい薬だと思っている。それを思うと、もうしばらくあのままにしておきたいのだ。頼む、この通りだ。あ、そこまでしていただかなくとも。わかりました。忠政様の言う通り、お父様のために頑張りましょう。すまない。世の憂さは聞かじ求めでしめやかに、一人踏み知るよもぎのいおり。忠政は歌人としても優れた才能を持っていました。わずか4歳で唐詩選という唐の時代の詩を暗記して周りの人を驚かせたといいます。13歳で森高政に絵を、17歳で渡辺綱光に歌を、18歳で畑かなえに万葉集、上松重岡に古事記を学びました。刈谷藩の医者となった後も国学者元織内藤に弟子入り、日本各地の国学者と交流を深めながら勉強を続けました。では少し時間を遡って、歌人として有名になり始めた若かりし頃の忠政を見てみましょう。忠政殿、私の歌を見てください。素晴らしい才能を見せる若き忠政の周りには弟子たちがいつも集まっていました。先生、ここはどう表現したらよいのですか。歌とは自分が感じたこと、考えたことを自分の言葉で表すことが大切なんです。それが歌の面白いところなんですよ。評判が評判を呼び、花園村の人や良寛和尚という高名な僧侶も忠政の歌の弟子となりました。堤村に文化の光が灯ったのです。その後、刈谷藩の殿様が忠政塾の仲間になり、歌や国の将来について語り合うようになりました。岡崎、名古屋、そして京都と忠政の名が広がるにつれて弟子は増え、150人以上になりました。京都からは高名な尼であった太田垣蓮月にから歌を携えた手紙が何度も送られ、歌の本場である京都に来て才能を発揮したらどうかとも誘われました。しかし忠政は、人は遠くにあるものほど美しく素敵なものに見える。しかしこの偏僻なところにも隣人の愛があり、それなりの良さがあるのです、とやんわりと京都への招待を断りました。忠政が心の底からふるさとを愛していたことがわかります。嘉永6年、西暦1853年、浦賀沖にペリー提督率いる東インド艦隊が現れ、江戸は騒然となりました。くしくもこの年は父忠元が死去、父親の死と黒船の来航という出来事に忠政は新しい時代が来ることを感じていたのかもしれません。国学者でもあった忠政は、外国の情報を各地の国学者との交流を通して手に入れていました。そして今までの幕府の体制は古いものではないのか、民衆のための新しい時代が来るのではないのかと考え始めていたようです。やがて忠政の考える通り、日本各地で幕府を倒そうという運動が起こり始めました。文久3年、西暦1863年の8月17日、京都で天中組の変が起こりました。幕府を倒して新しい世の中を作ろうと高らかに宣言した天中組に忠政は心を動かされ、次男忠明に自分の夢を託し、天中組に合流させるべく送り出しました。また忠政自身も幕府を倒すために結成された倒幕軍の大将
有栖川宮樽人親王に仕え心の支えとなりました。これからはあなたのような人が必要になる。新しい世界を作りましょう。はい、私の心は常に殿下や皆と共にあります。時代は明治になり世の中は変わりました。遠く江戸まで出向いて活躍した忠政、しかしその後はふるさとに戻っていたのです。よし、二人とも大丈夫だ。ありがとうございます。今日もお仕事で疲れただろう。ほら、おお、コンペイトーだ。こりゃありがたい。それじゃあ、村上さん。ん？なんだね。村上さんはなんで東京に残って出世しなかったんですか？幕府を倒した倒幕軍でも頼りにされてたのに。ああ、何か気に障りましたら。いやいや、そんなことはない。そうだな、生まれたこの土地が好き、それだけだな。それだけ？そう、だからこそ頑張れたし、これからも頑張れるんだ。じゃあ帰っても読書ですか？ああ、そうだ。この土地が好きか。そんな理由なんか。バカ、あれはここにいるわしたちが好きだという意味だ。ああ、じゃああの人はわしらのためにここにいるってことか。当たり前だ。村上さん、立派な方だ。明治17年11月23日、村上忠政は73歳でその生涯を閉じました。長寿を全うした人生でした。国学者としての研究は現在も貴重な成果として伝えられています。忠政の生涯は豊田市内の豊田市郷土資料館、そして虫歯会館の展示コーナーで知ることができます。ふるさとを愛する忠政の遺志は三男の忠清が受け継ぎました。医者として、古典の研究者として、そして歌人としても父の忠政同様に非凡な才能を発揮してふるさとの堤村に尽くしました。膨大な知識を誇るとともに様々な分野で才能を発揮した村上忠政。しかしそれにおごることなく人々のためにだけ尽くす気持ちがあったからこそ、知識も才能も正しく使われたと言えるでしょう。現代に生きる私たちも何のために学ぶのか、そして生きていくのか、忠政の生涯から学んでいこうではありませんか。